真田信正は、江戸時代前期の大名、信濃松与藩の第二代藩主、初代藩主、真田信行の次男、真田正行の孫、真田信重のおいにあたる。慶長19年からの大阪の陣に、兄の真田信吉と共に参戦したが、豊臣方先行平との戦いに敗れて、兄と共に敗走した。元那3年6月、十五石田大内記に除任。 その後、年月日不詳ながら、十四下に少女し、自重を本館に大内記を兼任する。元那八年十月、父、信行の松代城天保に伴い、その領内で一万七千国を分置され、大名に列する。官営十一年に、沼田城主であった新吉が創生し、老いの熊之助が相続すると、幼年の熊之助を貢献して、沼田領の支配に当たった。 寛永16年、熊之助の創生により、沼田藩主となる。この際、相続した、沼田領3万国のうち5千国を熊之助の弟、信都に分与し、それまで領有していた松城藩内分の1万7千国は、弟の信重に譲った。明暦2年、父が隠居したため、松城藩の家督を相続したが、わずか2年で死去した。信政は、信行が、 後継の問題で居座っていると思い込み、不死感で対立があったとされる。そのためか、遺言状には、信行のことは、一切書かれておらず、それを知った信行は立腹している。長男信成をゆえあって、相続対象から外したが、次男の新守は17歳の昇法2年、伊母帝の三男信武を殺害して、自陣、四男の新服は溶接するなど後継者に恵まれず、 死の直前に生まれたばかりの幼少の六尾エモンを後継指名している。末期であり行動も幼少でもあるため、行動のいとこの師範の又藩主、信利氏がこれに不満を抱いて本家相続を訴えるなど、決定、認可まで、右与曲折あったが、信政の遺言状や祖父の信行が幕閣への働きかけに奔走したことにより、エモンの相続と決定した。ありがとうございます。